遊びじゃないよ。ラウンド1ファイト。京介、愚民どもと遊ぶ。あの時、僕が罰の母親を誘拐。でも今は違う。私は大切な。俺は仲間と。くっ。我が剣味わうがいい。ラウンド1ファイト。弱い。
しっかりしてくれ。バツ、父さんを許してあげて。母さん。でもあいつがジャスティス学園なんか作ったせいでいろんな奴がひどい目に遭ってんじゃねえか。父さんが日本を支配するために学校を作ったのは確かよ。でもそれは弱い人たちを困らせるためじゃなかったの。父さんは権力を持った人に命令されるだけで手段を選ばず人を陥れる自分たち忍者の立場に随分悩んでいたの。だから自分で日本を買った。